はい、せい君のね攻めルートをシーンが変わるとこだけをね見ていったんですが、そっからね先はね同じでした。同じだったのでもういいやということで、エンドロールまではね同じだったんですよ。それでですね、お友達エンドっていうのかな、そっちの方のねエンドを取ってきたので、これ全部ね埋まりました。埋まりましたよ。なんですが、あのね、まあ学園ヘブンでもよくあることなんですが、クランプアップと手をつないでっていうやつがお友達エンドなんですけど、ここだけ見てもねちょっと切り取りが浅いっていうか短すぎたので、シーンからねちょっと戻ってねやっていこうと思います。それでねセーブの方は取ってあるんで、そっからエンドロールまでお友達エンドとして見ていきましょう。よいしょ、戻るね。続きからと、私の努力のセーブ元。よいしょ。はい、しっかりしろ。大丈夫か、せ。あのお友達エンドにするには里村さん、里村さんとあの黒板でね推理の試合っ子をするときにね、犯人は結城千尋だって言ってね、ちょっとすっとんきょうなところを選んだら、あ、そこじゃないや、結城千尋か山崎さんか長谷川さんかっていう3択かな、まあ、とにかく結城千尋が悪いんやって言ってすっとんきょうなあの推理をすればですね、あのお友達エンドになります。で、他すっとんきょうな推理をしても長谷川さんが悪かったんだって途中で気づいて、同じようにねシーンは進むんですけど、で逃げ帰ってきますね、そっからね、タックルした後ね。でお部屋にまで帰ってきました。ラブラブの時はね、お部屋に帰る前にね、中庭で涼みたいって言うんですけど、このままお部屋に帰ってきましたよ。では、行きましょう。はぁ、あ。ああ、もう大丈夫だよ。あんだけのねことがあったんだけどね、ちょっと精神的ショックがね、お友達エンドの方が、あれなんかほっとして力が抜けた。なんだよ、面白いやつだなお前。さっきはあんなに余裕で長谷川を騙したくせに、あそこで警察ね呼ばなきゃいけないぐらいのことなんだけど、長谷川さんってあれかな、事務所だけで処理したのかな、あんなことしたのにね。あのな、余裕なんかあるわけないだろ。縛られている生の姿を見たときは心臓が止まるかと思ったんだからな。ごめん、ありがとう。どうしたんだよ、顔を真っ赤にして。ああ、そのなんだよ。あんなことして、そのごめん。ズボンをね下ろせ、ファスナーを下げろみたいなね、そこは一緒だったんで。それはその、仕方ねえだろ。あのさ、今日はもう寝よう。な、長谷川さんのことは明日報告すればいいし。ああ。
じゃあ俺も部屋に戻るから。せあ、いやそのこれはその何でも部屋に戻れよ。俺ももう寝るから。あのさ、一緒に寝ようか。まあ、いや、もちろん性が嫌だったらいいけど、ほら、こんな日は一人でいない方がいいと思うんだ。トール。俺でも一緒にいれば少しは安全だろ。そうだな、一緒に寝ようぜ。なあ。なんだよ。あのさ、手つないでいいか。いいよ。なんか眠れないな。セイも眠れない。うん、眠れない。そっか。どこか痛いところはないか。ないよ。そっか。映画、俺楽しみにしてるから。うん、分かってる。俺さずっとそばにいるからさ、お前の。うん、俺がそばにいてさ、ずっと守ってやるって。バカ。友達だからな。うん、友達だから。友達ってお前、ほんと恥ずかしいやつ。おやすみ、トール。なんだトール、妙に機嫌がいいじゃないか。だって天気がすごくいいんですよ。機嫌も良くなりますって。よっしゃー。な、何ですか里村さん。まくれまくれ。
船剣里村さん、船剣って何ですか？ほらモーターで動く。もうお天気もいいんですから、ちょっとは真面目に仕事してくださいよ。浮気調査のまとめも素行調査の打ち合わせもあるんでしょ？しかしだなトール、今日はお天気がいいからこそお船も元気よくかっ飛ばすんであって。そんな言い訳はしなくていいです。とにかく残りの書類やっておいてくださいね。俺ちょっと出かけてきますから。え、どこ行くんだよ。お前こそ仕事中に抜け出すなんて、なんという職務怠慢だ。本当に職務怠慢の人に言われたくないですよ。こないだ言ったじゃないですか、生の映画が今日クランクアップだから見学しに行くって。そうだっけ？言いました。もう時間だから行ってきます。いい天気。あれからいろいろあったよな。よくやった、初仕事無事完了、おめでとう。それにしてもあの長谷川が山崎さんに憧れていたなんて。いろいろすまなかったね、二宮君。後のことは俺が処理するから。なあ、急がないと遅れる。ごめんください。よっ。なんだよ、ほっとした顔して。だって心配だったんだよ、あんな事件があったばかりだから。どれ？でも元気そうで安心した。いろいろあったけど今日で撮影も終わりか。感慨深いな。感慨深いって、それは俺が言うセリフじゃないのか。だっていろいろ事件があって、でも今日で無事に撮影も終わり、お前の映画デビューが待ってるんだと思うとさ。それもこれも全部お前のおかげだ、ありがとう。どうしたんだ、セイ。あのな、トール。俺、お前に話したいことがあるんだ。話したいこと？あのな、俺昔、ドラッグパーティーに参加したことがあったんだ。え？ドラッグって、麻薬？麻薬じゃなくて、でも健康な人が乱用していいものじゃない。まだ真剣に仕事のこと考えていなかった頃、結構フラフラしてたんだ。評判の悪いタレントたちとかでも付き合っててさ。そんでさ、ある時先輩に面白いパーティーがあるって誘われるままに出かけていって。薬やったのか。行ってみてヤバいパーティーだって気がついた時には遅くってさ、なんとか逃げ出したいと思っていたところ山崎さんに見つかった。山崎さんは俺のやってないって言葉を信じてくれた。でもそれがきっかけで俺は風間邸に住むことになったんだ。
山崎さんの目の届くところにってことだよ。どこで知ったのかわからないけど、長谷川がパーティーの件をネタに脅しをかけてきたんだ。そのこと本当はお前に早く話せばよかったんだけど、軽蔑されるのが怖くてお前に迷惑かけた。せえ、別にいいって。それに話してくれてすごく嬉しいよ。せえ、それでさ、俺ずっとこの映画の仕事終わったら屋敷を出て一人暮らししてもいいか頼んでみようと思ってたんだ。え、一人暮らし？うん。このまま山崎さんにいつまでもお世話になってちゃいけないし、俺自立しようと思うんだ。そっか、そうだな。一人前の俳優になるなら自立しなくちゃな。許してくれるかどうかわからないけど、許してくれるまで何度でも頼もうと思う。大丈夫、今のせいならきっと許してくれるよ、山崎さんも。でも。なんだよ。ちゃんとやれるのか。お菓子とジュースばっかじゃダメなんだからな。それに部屋の掃除も洗濯だってあるんだぞ。ゴミ出しだってしなくちゃいけないし。山崎さんよりお前のがうるせえよ。なんだよ、俺はお前のためを思って言ってるんだぞ。だからさ、お前も遊びに来いよな。もちろん。俺いろいろあったけど、お前に会えてよかったと思う。これからも俺の友達でいてくれるか？何言ってんだよ、当たり前だろ。高谷くん、遅れますよ。早く行かないと。今日は最高の演技見せてくれるんだろ。当たり前だろ。さあ一緒に行こうぜ。ああ、はい、終わりました。俺お前友達エンドでしたね。私このエンドね、結構いいわと思って、こっちいいじゃんってすごいね思いましたよ。ていくんがね、手つないでほしいって言って寝るときにね、で手つないでもらって、そんであのトールくんがね友達だって何回も言ってくれたときにさ、すっごい可愛い声でうんって言ったんですよ。あれがめっちゃ燃えましたね。だからやっぱり私ね、こうせいくんはね、受けっていうかこう弟味が強いポジションで、ちょっと甘えん坊さんの方が好きかななんて思います。トールくんがお兄ちゃん味があるっていうかね。年下攻めがね好きな人は多分あの感じでからの年上のお姉さんが好きな人みたいなね、男の子みたいな感じの、年下攻め感がねある方が好きな人はせいくんが攻めの方がいいのかなと思うんですけど、このねお友達エンドね、すごいね良かったです。私個人的にはラブラブより良かったぐらいね、私なんかあの2人の仲良し感と、でなんか先がある感じ、今はお友達だけど、そういうのがねすごいね、お友達状態のせい君も可愛いなと思って好きですね。あの友達いなかったからね、お友達できたやん、よかったやんって感じでね思いました。はい、じゃあまた戻りますね。はい、ピオタン、お屋敷潜入大作戦。
諏訪部さんだけ私この声ね分かるんですけど、他の人ね誰って感じの耳ポンコツなんで、諏訪部さんだけ分かるね、分かりやすい。ギャラリー、どの絵を見る？はい、ちょっと向こうでね。はい、どれにしよっかな。これもね可愛いよね、このね、これ可愛いんだわ。このね絵をオープニングで見て、あら可愛らしいと思ってね、このせいくんからやろうって思ったんですけど、あとはそうだな、まあ簡単な、初めてねエンドまで行った一人クリアした状態なんで、簡単な感想を言うとですね、あのこのゲームね、アマゾンのレビューをちょっと見てたんですよ。買う前にね、やっぱりアマゾンのレビューをねちょっと見てから選んだんですけど、その時に学園ヘブンと比べてね、いまいちなんかこうキャラクターが立ってないみたいな意見もあったんですよ。でそれをねちょっとそうなのかなと思いながらやったんですけど、確かにあの学園ヘブンはこう、ね、もっとキワキワなんですよね、キャラクターがね、ビジュアルも、あとこう言葉の掛け合い、会話の掛け合いとかもねキワキワなんですよ。それね、だけどああいうゲームってね、特殊な学園ものっていうのはあのキャラクター逆に立てやすいと思うんですよね。だからときめきメモリアルとかもそうなんだけど、学園っていう中の閉鎖空間で、その学校がちょっと特殊な世界観を持ってるってなると、全員が学生さんなんだけど、逆にその方があのキャラクターをねキワキワに描き分けやすいんじゃないかなとは思いますね。であの社会が背景にちょっと見えるような、あのね、いろんなお仕事のキャラクターが出てきたりとか、社会が背景に見えるようになると、あんまりキワキワにするとそれはそれで浮いちゃうから、学園ものとか、あとファンタジーですね、俺の下であがけはファンタジーなんで、学園ものとかファンタジーの方がキャラクターはねキワキワに描きやすいかなと思いますね。そんであのこの脚本の方が、このゲームの脚本の方がね、あの2人おられるみたいなんですけど、で学園ヘブンは1人の方の名前しかなかったので1人の方が書いてる感じだと思うんですよ。でこっちは2人の方が書いてるみたいなんですけど、それがどういう風に2人で作り込んでるのかはね分かんないんですけど、そのキャラクター別にね脚本家が変わってるのか、あの2人で話し合ってね一つの脚本を作ってるのかは分かんないんですけど、せい君のルートでねフランス映画が好きだっていうせい君の、あのやり取りがあったじゃないですか。そういうのってあのやっぱり書いてる人のこう趣味とかが反映されてて、エピソードとして盛り込まれているパターンだと思うんですよ。でそうなった時に、キワキワの言葉の掛け合いでアニメアニメしたやり取りを書くより、シンプルな素朴な言葉を積み重ねていって緩やかに物語とか愛情を積んでいくような文章を書くのが得意でお好きなのかなっていうのをちょっと感じました。そこがね、だからあのゆっくりとね仲良し度積んでいく感じがね、私個人的にはね好きは好きでしたね。俺の下であがけってね、そういうあのキャラクターとキャラクターの気持ちが通うっていう部分がねランダムイベントだったんですよ。でランダムイベントを全部出し切ってしまえたら、一夜様と攻略キャラの気持ちがね近づいていってるっていうのが分かるんですけど、1周目プレイした時ってランダムだから全部が出せないから、やり込まなかったらねさらっとして
そんなに気持ちの交流が図れてないような気がしちゃう部分があったんですよね。でもこのゲームは物語の、ストーリーにね、順番順番に乗せて少しずつ少しずつね、高谷くんの懐いてくる感じが、だから一気に、おー来た来たみたいなのが感じにくいんですけど、まあ、ちょっと部屋に入るときとか、最終的にはね、ひらがなで通るって呼んでくれるんですけど、そういうのが緩やかにね、進んでいってるっていう感じでしたね。だからちょっと乙女ゲームに近い感じがしますね。だから乙女ゲーム好きな人はね、このゲームもね、好きじゃないかなと思います。で、BL ゲームがすごく好きな人はね、やっぱり BL ゲームってちょっとこうね、キュアモノ感みたいなのが入っていることも多いので、そういうのが好きな人からするとね、ちょっとこう物足りない、キャラクターが際立ってる感じがね、物足りないようなね、気がするのかなとも思いましたね。私ね、個人的にね、この作家さんの絵柄もそうなのかな、あのキャラデザのね、少女コミックじゃないわ、別コミ別コミ感を感じてたんですけど、20〜30年前の、わかんないかなんか別コミの作品をすごくね、連想してました。あの少女コミックじゃないね、小コミじゃない方ね、月刊誌の方、月刊の別コミの漫画をね、読んでるようなね、気がしました。でも私の別コミの記憶がね、20年ないし30年前の記憶なんで、今の別コミがどうなってるかわかんないんですけどね。そうそうそう、なんかそんなね、感じをしながらね、読んでおりました。はい、それではね、次はね、誰やろっかなって感じなんですよ。もうね、高谷くんはね、コンプしたんでね。で、芸能界ものはね、山崎さんもね、ちょっとだけ最初高谷くんをクリアするのにね、何回もバッドエンドに生かされちゃって、その時にね、山崎さんの方の、結構山崎さんに話聞いた方がいいからとか言って、山崎さんのルートのこう初期のところをね、結構見ちゃってたんで、あっちもね、結構芸能界のね、問題なんですよ。で、山崎さんがちょっと大変みたいな、だからちょっと芸能界からは離れようかなということで、これちょっとね、はい、鳥海さん行くか、ちょっとまた世界観が違う物語になるんじゃないかなと思います。そんでね、お兄ちゃんとめっちゃね、仲悪いね。で、仲悪いままずっとね、行くのかな、その辺どうなんかなって感じなんですけどね。で、そうだな、順番的にはね、里村さんは風間社長をね、クリアしないとなんかクリアできないみたいで、なんか事件のね、メイン事件みたいなのがあるみたいで、風間社長がとリンクしてるのかな、その辺わかんないんですけど、だから最後にやります。そんで、この人なんて名前だっけ、この人諏訪部さん諏訪部さん、中の人の名前で呼ぶ、諏訪部さんはね、 Amazon のレビューとか見るにね、PS2 で追加されたキャラクターなので、シナリオがね、短くて薄いらしいです。だから諏訪部さんもね、まあ、追加里村さんの前ぐらいにちょろっとやろうかなって感じで、そうなるとですね、順番的にはね、まあ、気分によってね、弟くんやったら、この兄弟イベントも結構かぶって出そうな気がするんで、さつきさんをやった後に、おいしょ、山崎さんでまた芸能界ネタに戻り、そんで、まあ、風間社長をプレイするか、諏訪部さんをね、ち
ちょっとだけこうね中休み的な感じでプレイしてから風間社長に行くかねちょっと分かんないんですけど、まあそんな感じでやっていこうかなと思います。だいたい動画にして10回分ぐらいだなとね、一人1時間から1時間半ずつね録画してるんですけど、一人プレイするのに動画10個分ぐらいかなと思いながらやってます。よし、あちょっとまあここでいいか。それでは次はさつきさん弟でおやすみなさい。たまでした。